皆さんこんにちは、美的クラブの小口沙織です。愛沢美香です。木林彩音です。今日は落ちにくいリップ選手権をしてみたいと思います。今回は私たち3人で全6ブランドどれが落ちにくいかな試してみたいと思います。私は自分でも個人的にも使っているロム&というあのリップティントを選んでみました。こちらは、美容系 YouTuber アカウントから生まれたブランドということです。ご存知ですか？知らなかったけどブランドは知ってます。はい、うん、なんかあの私も落ちにくいっていうので検索したりとか他の人からちょっと勧められてあのいいよって言われて買ってみたんですけど、本当に実際使ってるんですけど落ちにくい、はい、本当に匂いもフルーティーな香りで、容器の色とほぼ同じなんだ、うん、同じ色でちょっと輪郭だけ先に取ってちょっと濃い色なのでちょんちょんで本当にプラモっぽい、うん、色味です。はい、じゃあ5分経ちましたのでティッシュオフで検証してみたいと思います。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、はい、え、変わった？え、変わった？全然わかんない。変わんないね。ティッシュの方に色ついてる。もうね、あの4回目、5回目、ごめんなさい、すごいほとんどついてない状態で、ちょっと表面の皮膜というかこうツヤが取れはもちろんするんですけど、色自体はそのままほとんどそのまま残ってるかなと、うん、すごい、うん、私はセザンヌのウォーターティントリップ05番を試してみたいと思います。全部で5色あって、最初に3色発売されて追加で2色が新色で発売になりました。すっごくなんか水塗ってるって感じ、うん、っていうぐらいみずみずしいですね。なんかティントっていうと濃いイメージがあるけど結構自然な感じの、そんなに被膜感がなくて、あ、全然ない、確かに、うん、水っぽい、うんうん、全然こうオイリーな感じもなくって使いやすいです。なんか色もすごく好きかも私。ティッシュオフしてみたいと思います。いきます。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、あの馴染む感じに残ってる、うん、ちょうど肌に合ってて、うん、ナチュラルなカラーに、うん、結構やっぱりティッシュにはつく、うん、これで5回目、うん、つくので、うん、でもしっとり感とかはすごい残ってるので、うんうん、これはこれで全然違和感もない、つけてる方は全然違和感がないかなっていう感じがします。私はキャンメイクの、ジューシーリップティントを塗ってみたいと思います。キャンメイクから、あ、そっか、新商品なんだ、うん、ね、キャンメイクティントあったんだねって、うん、ね、うんうん、かなり発色が良くて、うん、すごいしっかり唇に密着してくれる感じがする。じゃあ5分待ってみたいと思います。キャンメイクジューシーリップティント5分経ちましたのでティッシュオフしてみたいと思います。いきます。5回目、どうですか？あ、変わった？変わった？あんまり変わってない。結構残る、ちゃんと、うん、すごい。あの4回目5回目で若干色をあのつく、こっちにもつくんだけど、うん、なんかあの結構しっかり赤みが残ってる感じ、うん、残ってる、うん、残ってる、します。すごいキャンメイク優秀、口蔵でここまで色が残るっていうのは、うん、なかなかすごいなと。
660円です。660円、なんか大きいしね、うん、そうなんですよ、結構たっぷり入ってるんですよ、うんうん、でチップもすごく塗りやすいので、うんうん、細身だからポーチにもちょっと入りそうで、うん、ちょっとカバンに入れておけるなっていう感じですね、うん。私が選んだのはレブロンのカラーステイサテンインクです。結構発色の良さそうな赤を選んでみました。早速つけてみたいと思います。寝室感のリップカラーということで、ちょっとね重めのテクスチャーでしっかりつく、しっかりめに色がちょっとオレンジレッドみたいな、うん、はい、じゃあこれで5分待ってみたいと思います。はい、それでは次霧吹きで検証していきたいと思います。1、2、3、4、5。なんか水のアトラクションから出てきた人、ね、ちょっと周りだけ、全然変わらない、うん、なんかすり合わせてもちょっと動くかなぐらいで、なかなかね、マスク内あんな水浴びないからあれだけかかってこれだけ残ってれば全然マスク大丈夫だと思います。すごい、はい、じゃあティッシュでもちょっと押さえてみます。はい、軽く、はい、ティッシュで押さえるとちょっとなんかキスマークみたいになるんですけど、でも色はほとんど残ってるかな。水分でちょっと浮いた分が取れただけで、唇にはしっかりついてるかなと思います。はい、私はこちらのメルベイユーズラジュレのリキッドルージュを選びました。07番です。バラの形が、うん、かわいい、ね、パッケージがかわいい、うん、素敵ですね。割とね、塗りやすそうな感じがします、うん、じゃあ、やっていきます。あ、意外とチップがね、硬いです。あ、そう、うん、なんかもう香りがすごいかも。結構しっかり、うん、似合う色づく、似合う、かわいい、なんかそういう色が似合う人になりたい。細かいところです。塗りやすいです。はい、よーい、スタート。1、2、3、4、5。結構過酷ですよね。ちょっとじゃあティッシュでオフしてみようか。色は残ってる。色は結構しっかり残ってる、うん、結構ティッシュにはつくの、うん、結構ついちゃいますけど、うん、でも全然自分ではそんなに、なんか潤いも残ってるし、うん、全然違和感もない感じです、うん、色はしっかりめに残ってる、うん、すごい残ってる、うん、なんか多分ちょっとツヤが少しトーンダウンしたけど、うんうん、色はちゃんと残ってるって感じですね、うんうん。では私はオペラの、リップティント N ですね、色が06番ピンクレッドを塗ってみたいと思います。人気のオペラ、うん、ね、オペラこれはもう人気の一本ですね、うん、オペラすごいスルスル塗れて、うん、と透明感のあるオペラはなんかすごい自然な発色、うん、そう、それなんかシアーな発色で使いやすい、本当に使いやすい、あのシアーでスルスル塗れて、うん、あの水分が多い感じで使いやすいです、うん、ナチュラルな色ですね、うん、本当だ。じゃあいきますね。はい、はい、いきます。1、2、3、4、5。どうですか、色残ってるかな。なんか馴染んだ感じ、うん、馴染んだ感じ、うんうんうん、水分
の分で浮いた分がちょっとオフしたっていうぐらいで、あの色はちゃんと密着してる感じがあって、で実はオペラのリップティントってあの唇の水分に反応して血色感が増す、あの処方になってるそうなので、こう水分を味方につけてくれるリップなのかなとは思います。はい、皆さん2ブランドずつですね試させていただきましたけど、どうでしたか？ティントってやっぱすごいね、全然落ちなくてびっくりしました。本当になんかプチプラでも、あのかなりしっかりティントの効果が出るんだなっていうのが分かったので、これはちょっと一歩持っていきたいなと思いました。なんかあのどんどんティントも進化していて、今まではちょっと時間が経つと結構色が派手になるものとかがあったみたいなんだけど、もう今は本当にあのそのままの発色が長時間続くものが増えていて、まあ、あのプチプラでも出てきたのでありがたいですね。ということで今日は落ちにくいリップ選手権をしてみました。いかがでしたでしょうか？他にも全色塗り比べなど挑戦していきたいと思ってますので、コメントで何が見たいなどありましたらぜひぜひコメントください。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またね。またね。バイバイ。